石狩市浜松区にある軽食喫茶のお店カフェガル。地域の食材にこだわったメニューと客席となるカウンターテーブルからの展望が自慢のとてもおしゃれなカフェです。実はこのカフェ、地元のお母さん有志が立ち上げたお店なのです。6月3日午前10時55分、いよいよ今年度の営業が始まります。カフェガルは平成22年6月に地域交流の場として営業を開始してから2年目を迎えました。皆さん、頑張りましょう。開店します。看板営業中にしますよ。はい。はい、じゃあ今年度、頑張ります。そうですね、ここをずっと利用させていただいた時からカモメをイメージした建物だと聞きまして、上空から見ましたらカモメの形と同じということを聞いておりました。ここを建てられた時から私たち女性部の研修の場、まあ、いろんな活動をしておりましたね。突然閉館ということで、これは何か浜松のために私たち婦人活動できる場ではないかと、何かしようと思ったのがきっかけですね。浜松でもいろんな農産物、魚介類たくさんありまして、直売所もいいか、レストランもいいか。浜松産ホタテの稚貝をベースにホタテのフライをトッピングしたホタテカレー、浜松産にこだわった日替わりのカルのお昼ご飯、浜松で農業を営む寺山浩二さんが生産した大百芋と、大変希少な浜松牛で作った浩二の浜松牛コロッケです。すべてが自慢なんですけど、ここから見える景色、そしてカフェガルを支えてくれている浜松の皆さんです。夕日はもちろん、晴れた日は午前の青い空と海、雨の日でもしとしとと降る雨がのんびりとした時間をさせてくれます。浜松、熱田、石狩でずっと海岸を走っている、こんな素晴らしい景色なんですね。9月水日の金と日曜祝日はカフェガルにぜひお越しくださいね。